千と千尋の神隠し再びっていう曲ですね。白が竜になってこう、2人が千尋とこうですね、一緒になっているような曲です。ゆっくりした曲です。お楽しみください。 今日はトロンボーンという楽器は1500年前ぐらいですかね、に完成した楽器で、人の声にすごい似てると言われている楽器なんですね。なので昔は教会の合唱で、今日は男性の声がちょっと少ないぞってなった時に呼ばれるような楽器だったんですね。教会でしか演奏されない楽器だったんですけども、ベートーベンの運命という曲の4楽章で初めてその世俗的な音楽でトロンボーンが使われたっていう、そんな歴史がちょっと長くなっちゃうんであんまり話さないんですけど、今日は、このトロンボーンという楽器はハーモニー、和音
ね、ハモるのがすごく上手な楽器なので、ちょっと仲間を連れてきました。紹介したいと思います。ミシナ君です。拍手でどうぞ。ミシナ君なんですけど、制服を着ているということは高校生なんですね。ちょっと簡単に自己紹介お願いしていいですか。こんにちは。福島中央高校から来ました。3年のミシナと申します。非常に緊張しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。さっき三本町で地域おこし協力隊としてるって言ったんですけども、島はね、中央高校の話、吹奏楽部のレッスンに行かせてもらってて、いつもこうレッスンの時にこう二重奏をよくやってるんですね。でそれを、今日この舞台でできたらなと思ってお誘いして、出てもいいよって言ってくれたので、ね、今日一緒にやりたいと思います。今日朝カオとか車で来てちょっと早く着きすぎたんで、これちょっと暇やなってことで、ゴースト本町の方に行って、お参りしてきたんですね。今日ね、すごい緊張してたから、そう、ね、お参りして成功したらいいよねってことでお参りをして、で、それからここに来させてもらったりしておりました。演奏する曲は、アメージング・グレイスという曲です。実はちょっと違う曲をやる予定だったんですが、何分前かな ?30 分前ぐらいかなぐらいに、ちょっと曲目変更しました。それはなぜかというと、他に、他の団体が同じ曲を演奏されたので、ちょっと被るのはどうかなってことで、ちょっと話をして、ちょっと先決めたばかりなので、うまくいくかわからないですが、ちょっと頑張りましょう。はい、お聴きください。アメージング・グレイスです。ありがとうございました。ありがとうございます。もう一度、譜面台をそのままで鳴らすだけで、もう一度拍手で全体の披露をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。作曲を進めていきたいと思います。曲を進めたいんですが、森脇さん、ピアノの森脇さんなんですけども、ちょうど1年前ぐらいに
知り合いまして、そうですよね。で、いつかちょっと一緒にやりましょうっていうことで、で今回この企画を声かけていただいた時にちょっと一番に声かけさせてもらって承諾していただきます。なんか一言ご紹介いただければ。森松と申します。今回トロンボーンと初めて初めてですか？初めてです。そうですか、うん、出会ったのが県立大学。そうですね。私県立大学に勤めながら音楽活動してまして、そうです、僕私が県立大にメールを送らせてもらった時、うん、その時によです、ね、まさかいるとは、こんな人いるとはっていうところ、まさかいるとは大学の、中で、地域の方々と学生をつなぐというような部署におりまして、その活動をそういう仕事しながら、私は音楽活動で、子どもたちや音楽好きな方々に、音楽の世界をつなぐということをやってます。あ、そうなんです。僕知らなかった。あ、すごい、家族知らなかった。ありがとうございます。なんかピアノ教室とかされてる？あ、ピアノ教室やってます。浜田市内でやっております。これを機にね、いろんな演奏で、ね、うん、そうですね、はい、出演させていただきたいなと思います。次の曲なんですけども、アベマリアって曲なんですが、アベマリアってこういろんな作曲家が書いてるんですけども、まあ、その、これはピアソラという作曲家が作った曲です。ピアソラというのはタンゴの曲をよく書いてる曲なんですね。アルゼンチン出身の作曲家なんですけども、今年が生誕ちょうど100周年ってことですね。ちょっと記念する曲で、その人がとても綺麗なアベマリアを書いているので、ぜひ演奏したいなと思います。では、お楽しみください。Oh.
ありがとうございました。アベマリアを演奏します。今演奏したのはアルゼンチンの曲です。南米つながりでブラジルに行くんですけども、ブラジルの首都リオネジャネイロですかね、の曲です。レニーデイリオですね。雨の日のリオっていう、曲なんですけども、最初シェーカーから始まるんですよ。皆さんなんか音鳴るものを持ってると思うんで、なんかこの曲の演奏中は自由にもし鳴らしてもらってもいいです。鳴らしたければシャカシャカ言わせてください。で、ちょっと足のまだ時間があるのかな。ちょっとだけ足のなので、自己紹介とか簡単にやってみると、私は川本町で地域おこし協力隊をやってるんですけども、最近ビールを作りました。大津市の岩見学習さんと一緒にビールを作って、昨日ちょっと森谷さんにも日本をプレゼントしたんですけど、ちょっと味見をいただきました。はい。黒文字っていう、和菓子の、そうですね、和菓子食べるときの爪楊枝。あれもすごくいい香りがするんですよ。そうですね、それをちょっと漬け込んだ。もし私を会場で見かけたら、あ、ビールの人やって言って、ビールくださいって言ったら、今日6本ぐらい持ってるんで、お渡しすることができると思います。ビールの人ですよね、聞いてください。お願いします。はい。今後演奏会で。あ、そうですね、いろんな演奏会とかでまた飲めるような企画を作っていこうと思います。そんな、ちょっと宣伝でした、すみません。今日何の曲か、レイニーデイリオですね、リオの雨の日の音楽を演奏したいと思います。